はい、皆様こんばんは。三浦祐希コンサーティーナの時間になりました。さて、ね、どこでも最初の一言はこれではないかと思いますが、とても、暑い東京を迎えておりますよ。多分35度、多分でなく、先ほどちょっと調べましたらは35度でした。ちょうど正午過ぎですね。しばらく35度のまま2、3時間、4時間ぐらい温度が上がってたんだと思うんですけれどもね。それからまだ下がっていません。予報ではですね、夜は26度ですから熱帯夜ですよね。まあ突然こうなったんですよ。7月もね、今日は31日ですからね、第5週の水曜日ですね。よもやこんなにいっぺんに夏に突入するとは想定外だったというのがあるかもしれないんですけどもね。特にですね、気温はさることながら湿気はね、まああるかなと思うかなぐらいなんですけれども、 50% ぐらいじゃないかと思うんですけれども、このね、風がないんですね今日は。これは非常にきついです。熱風が来るとは言いながらですね、まあ風ぐらい吹いていれば少しね、こう当たりがいいんですけれどもね。2、3日前ですね、うかつにもですね、 T シャツを着た状態で買い物に出かけましたら、ほんの近所のね買い物だったんですけれども、首の後ろをバッチリ焼いてしまいまして、いや本当にね、直射日光っていうものがいかに紫外線ですねを含んだね危険なものであるかということをね、改めてね感じましたね。それでですね、急遽、ボレロというものを買ったんですね。まあ半袖ぐらいの長さの、もっぱらその襟の辺をカバーしたいというね、そういう意図だったんですけれども、まあ、シャツが本当は一番いいのかもしれない。ワイシャツみたいなね、襟のあるものですね。このボレロがですね、結構いい感じにフォローしてくれる物体であることが分かりまして、大人買いをいたしました2色この夏はもうこれが欠かせないのではないかと。まあ、小さくなりますのでね、バッグの中にポンと入れてしまえばどこにでも持ってきますので、夜はいらない。昼下がりですね、日の下に出るときにはこのボレロにお世話になるというね。まあ、日傘も持って出るんですけれどもね、まあなんてこったろうってことですね。はい、では今日も30分間お楽しみに。はい、改めまして三浦祐希です。ですね、丹精を尽くしましたベランダの花々がですね、もうほぼ瀕死の状態ですね。ベランダというのは地熱ではなく、コンクリートですのでね、下からの熱がかなりすごいです。そして日差しがあるのでかなりこう温度が上がってしまうんですよね。プランターの下にちょっと木をね、少しこう高くしてちょっとだけ木を添えて入れてあげたりすると風通しが良くていいということもありますけれども、まあうちの場合はですね、もっぱら水不足です。水をやるというのはプランターの数が多くなればなるほどですね、結構大変な仕事なんですね。やってみて毎年ああと思うんですけれども、でもちょっとね対策をしたんですよ実は。ちょうど持ってましたね、ちょっと大きめのプールがあったんですね。そこに水を張ることにしたんです。そうしましたらばですね、もちろんホースでこうね、台所からこう引きまして、もう結構長い間時間かかるんですけどもね、もう最初はですね、実はですね、足水をしようと思って用意したんですけれども、足水はなかなかいいですよ。ちょうど北側の日の当たらないベランダの辺に置いてるんですけれども、まあ体はなかなか冷えないんですけれどもね、暑いからね。でもね、足、そうですね、ふくらはぎ裏まで入りますので結構ね気持ちがいいんですね。これがね、ちょっとこう海に行ったような感じっていうね、そんな感じがしましてね、非常に気持ちがいいんですよ。それでその水を、その溜めた水として使おうと、それで日々ですね、夕方になりましたら水まきをするんですけれども、そこからこうじょうろにお水を入れるような形にして使うと、比較的水やりにその億劫なイメージがなくなりましてね、非常にいいことを覚えたんですね。当然足水ですので、横にベンチが、長いベンチなんですけどね、置いときまして、そこに座りながらぼーっとしてるとね、こういいですね。こう縁側ではないけれども
夏を楽しんでいるぞっていう感じが非常にしまして、私的には非常にいい気持ちでいるんですけどね。結構ね温度は高いんですけれどもね、まあ人は気分の持ちよう、気の持ちようっていうのかしらね、で随分変わりますね。あのクーラーの部屋にもちろん常に入ってはいるんですけれども、なんかその水水面がねこう部屋から見えると外は35度と分かっていてもね、外に出て足を突っ込みたくなるんですね。なんかちょっと子供に勝手みたいな気持ちで気持ちがいいんですね。いや面白いもんですね。はい、では今日も一曲聴いていただきましょう。アルマンダインからフライングドラゴン。アルマンラインからフライングドラゴンでした。まあ、人生80年だとね仮定しますと、夏も80回しかやってこないわけですよ。考えたらこれは、まあ、カウントするにはね余るその80回という回数かもしれませんけれども、まあ、どう見ても1、2、3歳とかね4歳は夏を堪能するなんてことにはなってないと思うので、まあもうちょっと寿命が長い、平均寿命としてはね長いかもしれないけれども、でも自分がね80まで生きるとはちょっと想像できませんので、何なんでしょうね、大切にしなくちゃいけないですね夏をね。まあ冬もそうなんですけれども、特に夏っていうのにはなんかそういう感情が生まれるところがね不思議なものですよね。まあ夏には何かしなくちゃいけないっていうふうに思い込んでる私のその性分もあるかもしれませんけれどもですね、ちゃんと楽しまないといけない
なってやっぱり思ったりするんですね。明日から8月になりますよ。8月1日ですね。8月いっぱいが夏っていう感じではこの頃なくなりましたのでね、まあその学校に行ってらっしゃる方とかね、あるいは学校に行ってらっしゃる方が家族にいらっしゃる方はやっぱり夏休みの感覚があるから、その8月が終わるとまあ終わりかなっていう感じがありますけれども、まだまだ暑いんですよね実際ね。9月に入ってその近くに小学校があるんですけどね、とてもではないけれどもよくこの暑さの中学校に通うなとこう感心するくらいの暑さのことがね、まだ9月いっぱい続いているような気はするんですよね。そういたしますとやっぱりこううまく時間を使ってですね、暖かいっていうか暑い時期をちゃんと満喫しなくちゃいけないですよね。でもですね、反対にですね、この早起きの私といたしましてはですね、ふと気がついたことがあるんですよ。この前ですね、あれこのくらいの時間にこんな暗かったかしらって思うようなことがあったんですね。つまりちゃんと正直にですね、日の出はどんどん遅くなってます。日の入りの方はあまり感じないんですけどもね、この曇りの日が多かったせいでしょうかしらね、あまりこう日の入りのこの太陽のね落ちる真っ赤な色を見たことがここキンキンずっとね梅雨空でなかったのであれなんですけれども、もうね刻々とね秋へ太陽の動きは秋へ近づいていっているんですよね。その朝のちょっとした暗さをねこう確認した時から妙な焦燥感がねこう湧き上がってきましてね、これはいかんと、早く夏休みを楽しまなきゃというふうに、休みじゃないですけどね、まあ夏をこう満喫しなくてはというふうに思いましたね。まああれなんですよ、まずガリガリ君を食べるとかね、そんなことで十分私はね満喫していますので全然大丈夫なんですけど、特別ねバカンスにどっかに行くということはないんですけどもね、まあちっちゃな夏を見つけてっていうね、秋ならいいんですけれどもね、そんな日々でございます。はい、では後半に参りましょう。はい、後半になりました。今日の注目の石コーナーはですね、今日も私首からぶら下げておりますけれども水晶にいたしました。水晶はね工業的にもいろんな役目をしますからね、波動を持ってますのでクォーツとしてね時計の中身に使われていたりしてますけれども、まあ、私の言うところの、まあ、水晶というのは水晶からもらう清涼感みたいなものですね。夏場にはね非常にいいアクセサリーなんですよ。まずね透明だってことですね。透明じゃなくても色がついててもなんかねこうこの石はねこう冷たい感じをこう予想をこう想像させてくれるというかね、非常に気持ちがいい清涼感がありますよね。まあ何億年も前からねこうその赤ちゃん水晶からねこうどんどん少しずつこう成長していってできているものですから、なんといっても地球の宝の一つであることには変わりがないんですけれども、実はあちこちで取れるんです。これはもう地球上あちこちですね。変な想像をしてるんですけれども、私はね地球の中心がねもし空洞だったら面白いと思ってるんですね。そして地球の外側から内側に向けて水晶のこうイボイボっていうかしらこのねクラスターっていうのかしらね、あれがこう全面にこうブワーッとねついたね、そういうね世界があるんじゃないかって思っちゃうほどねこうあちこちで撮れるんですね。日本もねあちこちで撮れます。まあ有名なところで行きますと山梨県で撮ってでもいいね水晶が取れますけどね、紫の水晶とか綺麗なのがたくさんありますよね。なんて言うんだろう、山の中から掘り出してくるものなんですよ。ここからがねちょっと問題なんだけども、例えばヒマラヤの奥の山の方とかからねいい水晶が取れるんですよね。ですけどね取ってくるのに石ですから重たいんですよね。でもね車で行くとかね、そう機械で持ってくるとかそういうことはできない、やっぱりそういう自然のものなので人が一人こう背負ってリュックの中にそれを詰め込んで降りてくるわけですよ。そうするとその、まあ、人力が必要なわけですよね。現地では高いお金がこう払われる可能性もあるのかないか分からないけども、子どもたちとか、
まあ、非常にあの労働環境の悪いところにその本当はそういうことを してはいけないから過剰に働いてしまう方々の多くの方々がねいらっしゃるということは、まあ、近年とってもちょっとまだ問題になっているわけですよ。まあ、同じことがねダイヤモンドにも言えて、あの石をやっぱり取るのに多くのねこうものをこう壊して作んなくてはいけないんですね。あのまあ生成するっていうか見つけなくてはいけないわけですよ。そういう意味でですね、こう人工ダイヤのね非常に質のいいのがこうできましたニュースを聞きましたけれども、あのそれの方がいいかなって思うような気はしますね。あのアメリカの有名なあの、まあ、歌手ですかね、私は絶対あの人工のダイヤしか使わないという、それはその人々を守るためだっていうふうに言っているという、それもありだなと思います。でもまあ水晶はですね、まあ、人工のものはたくさんありますけれども、まああるものをね持つという持ってるものをぶら下げるという意味では、まあちょっと物思いにふけりながら、これはどこの産地とか分かってますのでね、どうしたかなと思いながらこう首に下げている昨今でございますよ。ね、と言いながらやっぱり英名はシリカですけどね、あ水晶ですね、クォーツですけれどもいいなと思いながらしばらくこれを下げているかなって感じですね。はい、では今日も、もう一曲聴いていただきますが、こちらはですね今度はアコーディオンの曲を聴いていただきましょう。暑苦しいのでちょっとあの北欧の風をということで、すがすがしい曲を聴いていただきましょう。スカラベからモミの木。はい、モミの木でした。北欧の作曲家シベリウスですね、フィンランドの方ですね。あのフィンランドってちょっと思ったんですけども、あのちょっとニュースで見たんですけれどもですね、あのフィンランド あのファッションウィークにね、こういろんあちこち、まあ、ヨーロッパで行われるんですけども、多分あの初めてあのレザーとファーを禁止したんですよ。あのそういう傾向はあったけれども、さっきの
水晶をね、あの採掘する方々の話ではないけれども、一旦やっぱりそういうあの自然のものにを保護しようっていうかね、そういう傾向になってるんだなっていう感じがしましたけれども、まあ軒並みあのねビッグメゾンが引っかかりますよね。まあどうかなと思うんですけれども、私はけどあのレザーとかファーにこだわることが全くなく、フェイクファーでも全然問題ないし、あのいい気持ちでそういうことがあってもいいかなとは思うんですけどもね。その北欧ですけれどもですね、ちょっと前2日前か3日前あたりにね、30度ですって、これ信じられないことです。これはでもですね、先ほど、ま、今はどうしてるかなと思って、一昨年かな、行ったフィンランド、フィンランドヘルシンキかな、のヘルシンキの気温を見てみましたら13度でした。これが普通です。このくらいで冬を夏を過ごすんですね。それでまあ日が長いので白夜にはなってますけれども、そんなに気温が上がるってことはないんですよね。北欧三国っていうとフィンランド、ノルウェー、スウェーデンですけれども、私のイメージだとね、あのドイツに行った時なんか含めてデンマークもね、こう一応北欧系の国であるっていうふうにはなってるんですけれども、ヨーロッパもすごく暑いみたいですからね、あの涼しいと思って観光に行かれた方なんかはね、多分大変でしょう。あの暑さのための、ね、準備はしてないですのでね、あのクーラーがないとかね、もう大変な騒ぎですよ。ヨーロッパでもそういう傾向はあったと思うんですけども、この頃ここ数十年暑いですので、あのいろんなことがあると思いますけれども、まあ水場に飛び込んだりね、それから焼くことが美学であると思ってるね、そのヨーロッパの方々からすると、あの何だろう、日焼け止めクリームっていうのをね塗らなくてはいけないというね、なんとも不思議な感覚があるんじゃないかなと思ったりもしますね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、今日は7月最後の日でしたね。7月31日です。まあいろんな意味でここで7月おしまい、8月っていう風にね、まあ、お小遣い帳のページを1枚めくったっていう感じではあるんですけれどもね、私としてはですね、まあ、秋に向けて の, あの準備もねそこそこしなくちゃいけない、練習をするのはねとか、まあ音楽に触れ合うのはとっても好きなんですけどね、特にアコーディオンとかね大好きなんですけれども、これがね結構ね暑くて答えるんですね。まず部屋の温度は、まあ、20度以下です。19にはさすがにしてないけれども、でも20度設定ですね。でキンキンに冷やしておかないと、とってもではないけれども弾く気にはならないですね。情けないかなと思うんですけれども、コンサーティーナも同じです。あのそうですね、この頃私にとってはあのやってるものの関係上コンサーティーナの方が、アコーディオンを弾くより難しいかもしれないっていうイメージはあるので、まあ、アコーディオンは楽しく、コンサーティーナは混迷しながらも、楽しくというそういう感じではあるんですけれどもね。でもどちらにしろ夜ですよ、とってもじゃないけど昼間、日中太陽の顔が見えてる間は無理ですね。こんな状態でいけないなと思ってですね、自分にあの夏のプレゼントを実は買ってしまったんですね。先日あのちょっとお話ししてました、あの炭酸メーカーをですね買ってしまったんですね。あれはいいです、とてもいいです。多分1年中使えますし、ものすごくリーズナブルだと思います。その物の商品、その説明書に書いてあるには、炭酸のボトルですね、あの売ってる強炭酸のあの250ml ってのかな、あれのボトルが1本、10円も満たないぐらいの値段でできるんですって。それを考えたらですね、とってもいい感じです。実際あの使ってみたらばですね、あのもうしょっちゅう飲んでますね。1日に何本も炭酸を作ってますので、あこれはやっぱりねあってよかったかなと思ったりしますね。ただしですね、炭酸を先に入れてから上に何かこう入れるとね、わーっとねものすごい勢いでね泡になって持ち上がってきちゃうんですね。先に、炭酸を入れてから上から何か入れるのがいいということを発見しました。はい、それではまた来週、失礼いたしました。